サトシとスバルのファンファンサーズデーバーズラー Yo, what's up ladies and gentlemen 皆さんこんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりました、パンパンサーズデーバズアップのお時間ですよ。ちょっとやり直し、やり直し、やり直し、変なことするから、グズグズか、もう一回いきますよ、木村。始まりました、パンパンサーズデーバズアップのお時間ですよ、はい、木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよねー。 OK、イエイ。はい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しております30分の帯番組です、はい、そして現在レインボータウン FM だけではなく越谷 FM での放送も始まっております。はい、月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日が香山美桜さんとベストパフォーマーの皆さん、水曜日は桐村真理さんと井上優香さん、木曜日が僕たちバーサー、そして金曜日が池田彩さんと月替わりでゲスト MC を迎えてお送りする番組となっております。はい、バズアップは生放送ですので越谷 FM では1週遅れの放送が行われます。かしがや FM の皆さん聞いてますか。やっほー、どうも。あ、聞いてるわけないか。ね、来週のだもん ね、これだからね、はいはい、というわけで、はい、そしてこの番組ですね、東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。エドプレスジャパンとは羽田から世界日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンと検索していただきますとホームページから24時間配信している動画も見ることができます。もちろんだらたればぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、やっやっやっ、さあ、というわけで始まりましたよ、はい、今日もバズアップ。いやー、バズアップです。最近さ、番組前にさ、言う、うん、あれなんて言うんだっけ、ツイキャスか、そう、ツイキャスみたいなのをね、ちょっとやらせてもらってるんですけど、ね、見てくださってる方はどれくらいね、うん、バズアップ聞いてくれてるんでしょうかね。そこから気になるところですよね。そうですね。果たして本当にツイキャスからこのバズアップまで繋がってるのか、繋がってるのか、どうか、まあ確かめようもございませんから、あれですけれども、もしね、ツイキャス見てくれた方がいらっしゃいましたらですね、コメントいただけると嬉しいです、ね、もうそうですし、うん、本当に本当に聞いてください。聞いてほしいんですよね、結局はね。僕ら笑いすぎて声枯れてますよ。そんなことないですよ。声は出ますよ今日も。さあ、というわけで、はい、まあ、ちょっと軽くオープニングトークしたいんですけれども、そうしましょうよ。どうです最近、うん、夏感じてます？感じてます、バリバリ。本当、あれ分かります？何を？女性男性履いてますよ。女性で言えば草履ですか、うん、草履、草履ですか、はーはーはー、あれよ、何、畳と畳に、畳にジャパニーズ B さんね。それそれそれ。男性で言ったらセッタですかね。出た、カランコロになるやつ。はい、最近ね、履いてる方多いんですよ。本当？いや本当に。街中で見る？街中で、普通の私服に履いてる方多いんですよ。あれ、浅草とかだったらさ、分かるけどさ、うん、いや、いるんですよ。いる、渋谷とか。全然いる、渋谷。あ、そう。うん、で、こう、まあ、浴衣の方も最近多いですし。なるほどね。花火の季節ですね。さようでございます。祭りの季節ですね。ほんまですな。夏感じますね。感じる。感じて、さ、僕ほんとさ、うん、浴衣っていいね。あれ好きなんだよ。何なんすかね、独特の。なんだろうね、僕なんかこう下町ボーイズだからっていうのもあるのかもわからないけれども、なんか移入するよね。いや、移入だ。どういう意味？いや、感情移入って、なんかそれも違うな。なんでそれちょっとショートバージョンで言ったの？移入。移入するよ。まあ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 、まあ、意味は分かったけど。あれね、ほんといいもんでしてね、うん、やっぱ夏といえばじゃないですか。どうですよ。どうですよ。いいんだよ。まあまあいいよ。さ、ほら、僕らはさ、普段浅草にいるときはさ、うん、なんかダボっていうね、まあ簡単に言うと、トラさんが、うん、着てる、あの祭り着みたいなやつね。祭り着というか、まあ、要はまあ大衆着なんですけれども、うん、まあ、トラさんと思ってもらえればいいですよね。そうですね。トラさんが着てるやつ、あれに腹巻き巻いてっていう、あのスタイルでさ、いつも浅草歩いたりさ、うん、セット履いてね。とかね、で、なんかちょっとこうお祭り事になったときは浴衣だったり、ジンベエで出かけるじゃないですか。うん、そうですね。ああいうのさ、こう女性と一緒にさ、歩いてみたいですよね。見たい、わかる、見たい。ほら、僕らもいつだってそうだけどさ、なんか結局そのなんかデートとかでさ、そういうの来てさ、うん、花火大会とか行ってみたいなって思う。見たいね。なんなんだあの夢ね。なんでしょうね。なりたいですね。なんかさ、夏ならではのさ、うん、ちょっとこうデートプランとかないの？ございます。何、ちょっとちょうだいよ。まあ、なんか今のから行くと、うん、やっぱり僕らが、まあ、浴衣ないしダボを着て、うん、女性に浴衣を着ていただき、うん、違うんですよ、花火デートどころじゃないですよ。何何何、浴衣旅行。何それ。浴衣旅行、あのロマンスカーみたいなのに乗って、うん、缶ビール2人で飲みながら、あ、ちょっとちょっとなんかこう出るんじゃなくて、そうそうそう、旅行にそれで行っちゃうの？プチ旅行、あのね、当たり目とか買って。あ、
新幹線でもう飲んじゃって、着いたらベロベロ状態で歩きたいよね、海とか。あー、めっちゃいいじゃん。なんか良くないですか。こうでも旅行ってことはさ、日帰りじゃないでしょ。日帰りじゃん、泊まるじゃない。あ、お泊まりで。お泊まりだから、まあ、こうなんすか。あ、めっちゃいいじゃん。でもなんか良くないですか。でもさ、私服じゃないんですよ。浴衣でしょ。浴衣を持ってって行く。でもさ、あれさ、浴衣とかってさ、リュックとか背負うのちょっと忍びないじゃない。お前ほら、だからさ、ちょっと遠出するってなるとさ、荷物増えちゃいそうなもんじゃない。リュックしかないな。でさ、結局さ、俺ら出かける時もさ、このさ、ダボだったりさ、浴衣ってのはこれ手ぶらでなんぼじゃない。そうね。そのさ、旅行に手ぶらで行くってこと。にょん持ってくる。いや、俺はそっちがいいわ。あ、なんかそのちょっとダンジョン感楽しそうだろ。どういうこと。何、手ぶらで行くってこと。旅行に手ぶらに旅行で行く、しかも浴衣で。あ、俺はそれがいいんだよなるほどね。あ、じゃあさ、分かった。じゃあれはいいの。あの、何だっけ、巾着はいいんだ。いいとして、でここの袖に入れて。でも巾着にはさ、充電器だのさ、なんだのさ、替えの現実的なこと言うの。充電器とか言うの。入れられないじゃない。入れられない。だからさなるほど。まあだから、まあなるだけ荷物を少なく、もうむしろその巾着も置いていきたいくらいのね。もうあのこのさ、要はポケットにさ、小銭だけ入れてさ、ここに入れてな。そうで、携帯電話くらい、携帯電話も本当は置いていきたいんだけども。カメラ分かった。あのさ、はいはい、彼女と手ぶらデートをすることになりました。はいはいはい。一つだけアイテムを持っていけるとしたら何持っていきますか。いいね、このちょっと無人島感をちょっと出そう。無人島に持っていくならみたいなテンションで、彼女と手ぶらデートをするんだったら、何を持っていきますか。本気のやつ。本気のやつ。1個しか持っていっちゃダメ。これしかダメね。これしかダメ。はい。ある。ミンティア。うわ、かぶった。なんで。俺フリスクだよね。絶対そう。もうね、充電器とかそういうの全然いらない。全然いらない。もう替えのパンツとかそういうのもいらない。ミンティア。口元だけ。もしくはフリスク。違うね。違うね、やっぱり。待って、僕たちさ、まあなんて言うんですかね、その女性と行く夢が叶わなかったら、まあ一緒に行くか。俺らで行くか。そうだね。二人で浴衣着て。浴衣着て、はい。俺ダボ着るから。うん、俺浴衣着て。あの可愛い浴衣着て。あ、僕が？うん、可愛い。あ、じゃあ僕あの可愛い。すごいちゃんとなんか後ろで帯結んで、で花柄のあの草履履いて。で、俺セットから草履ね。あ、草履履いて、花柄のやつ履いて。そう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 。髪結って。うん。あ、いいじゃないですか。あ、いいじゃない。ちょっとなんかそれっぽくなってきたな。手ぶらでな。あ、それっぽくなってきたな。俺がミンティア持ってないんでしょ？うん。俺フリスク持ってない。無敵やわ。無敵だわ。いやいやいや。いいですね。いやいや。それやりましょう、今年の夏。じゃあそれで鎌倉あたりに。そうしましょうよ。そうしましょうか。いいじゃないですか。はい、というわけで。なんなんだよ。じゃあ始めていきましょう。はい、はい、まず最初はあのコーナーから参りたいと思います。それじゃあ早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしょ。サトシとスバルのファンファンサーズデイバズアー。はい、というわけで今週とてお送りしてまいりますよ。はい、6月は5週にわたってお送りしております私のハッピーバースデー企画、はい、です。何。いや、もう6月の29日は、はい、まあ、まあ、だからそろそろ、ね、国民の休日くらいにしていいんじゃないかなと思ってるんですけど。これ何、ね、これ何、まだやる。うん、やる、ま、やりたい。もう2週間やる。いいよ。俺はとにかく、日本中の皆さんに祝ってほしいんです。本当に祝ってほしいんです。わかりました。ですから、そう、やります。まだまだやりますよ。はい、ですから、6月は、私のバースデー、まあ、月間としてですね、今週4週目でお送りしてまいりたいと思います。4週目なんだね、これ。そうです。まあ、どういったことをお送りしてまいりますかと申しますと、はい。まあ、とにかくですね、もし、皆さんが、私のバースデーを企画し、開くとしたら、こんなバースデーパーティーがいいんじゃないかみたいなですね、皆さんの妄想バースデーパーティーを送っていただきですね、それを発表し、私がただただ盛り上がるというだけのコーナーです。はい。で、妄想ですから何をしても構いませんし、まあ、それがありかなしか楽しそうかつまらないかみたいなのは僕はちょっとジャッジしてですね、まあ、喜ぶというだけのコーナーなんですけれども、本当にメリットは僕にしかないコーナーですけれども、でも、まあ、今年もですね、今年じゃないや、今週もそれをお送りしていきたいなというふうに思っております。わかりました。でね、ちょっと驚いたことに、何？今週は、めっちゃお便り来てたんだよね。そうなんですよ。だから僕はね、まだ読んでませんけれども、僕がね、読ませていただきますよ。ちょっとちょうだいちょうだい。さあ皆さん、すごいラジオの前の皆さん見て、両手が塞がってない。あ、違う、塞がってる。ごめんなさい。それゼロ枚じゃん。ゼロ枚じゃん ね。そうじゃなくて、まあ、とにかくですね、いいですか。はい、皆さん、今から妄想の時間ですよ。お付き合いくださいね。いいですか。木村昴をお祝いする妄想をしてください。はい、よろしいですか。
願いします。いいですか。ではいきます。ペラよりスバルくん、レノさん、こんばんは。こんばんは。私が考えるスバルくんの誕生日バースデーですが、はいはいはい、まずはドレスコードが女子はオフショル、男子は自由ですが、面白ければ面白いだけいいです、うん、基本美味しい食べ物がたくさん食べられるよう立食パーティー形式がいいです。あ、いいじゃないいいじゃない。テーブルにはとにかく美味しい食べ物、味濃いめ、うん、コーラ、ビールが並んでいて、ウェルカムドリンクとして温めてトロトロになったチーズが配られます。最高かよ。メインイベントとしてパイ投げならぬピザ投げの催し物があります。熱そう。来場者一人一人配られたピザをスバル君の顔に思いっきり投げつけるイベントです。すごくないですか、最高。間違いない。あ、できれば、うん、クワトロフォルマッチぐらいにしといてもらっていいですか。ドロドロじゃねえか。ちょっと、スパイシーなやつだと、うん、ちょっと目いっちゃうから、うん、辛くないやつがいいな、うん、でも超楽しいじゃん。だからさ、オフショルダーで女の子たちが来ててさ、で、立ちながらのパーティーでしょ、うん、立ちながらのパーティーいいね、うん、ちょ待って、俺今さ、お便りを確認させていただいたんですけど、はいはいはい、これね、これギャグとかじゃなくて、うん、全部にオフショルって書いてある。もう言うもんだから、もうラジオ界の俺オフショルダーの人になってるじゃん。もうお前来週絶対オフショルダー来てこいよ。俺絶対来てきて、あれですよね、来てきて最後の写真いつもツイートしてるじゃないですか、うんうんうん、あの写真オフショルで撮れよ。いいぜ。言ったな。いいぜ。もし自分で用意してこなかったら俺が用意するから、お願いした。うん、絶対来よう。あ、でもちょっと、いや、一緒に買いに行こう。俺恥ずかしいわ。ちょっと恥ずかしいわ。次のお便り、次のお便り、これは最高ですね。いきます、バスタイム、はいはい、タナッティ。おう、ありがとうございます。はい、やっぱり大好きなスバル君のお誕生日なので、うん、二人きりがいいかなと思います。やったー。もちろんドレスコードはオフショルです。出た。好きなだけ鎖骨にケーキを乗せて、うん、好きなだけケーキもチーズも食べて OK です。好きなだけコーラも注ぎますよ。きっとスバル君がしたいことなら恥ずかしいことでも何でもします。おい、そう、レノさんならね。おい。おい、待てレノさん、スバル君の恋人として任せました。当日頑張ってください。待てタラッティがしてくれるんじゃないのかい。これはね、僕に託されました。まあ、いや、つまり僕の鎖骨にケーキを乗せて僕それを俺が食べ、僕がコーラを注ぎ、この鎖骨のこのくぼみに注いだコーラを俺がすすり、恥ずかしいことを何でも OK すると。ふざけんの。まあ、それはそれで別に、まあ、悪くないな、それはそれで。うん。まあ、タナティ、ありがとう。はい。はい、続いて。続きまして、ミサキ。おう、ありがとうございます。私が考える妄想バースでは、スバル君のためだけの演奏会です。何それ。あら、高校時代、マンドリンという楽器を演奏する部活に入っていて、その当時、部員の誰かが誕生日の時は、その子以外全ての全員でハッピーバースデーの歌を演奏するのが恒例でした。素敵。なるほどね。ちなみに、女子校だったので、全員オフショル着用でお迎えします。お出迎えします。まあ、それ何、めっちゃいいじゃん。いいですね。当時の仲間を呼んでスバル君のためだけの演奏会が開けたら素敵かなと思います。でもさ、演奏会ってさ楽しいじゃん、うん、なんか大勢の人でこう見るのは楽しいじゃない、うんうん、あのさ、大勢の人がさ一人の人に向けてするやつってさちょっと恥ずかしいんだよね。そうだろうね、うん、なんかあなた一人のためにやりますって大勢がバーって演奏してくれるの、はい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 、もうちびるほど嬉しいんだけど、うん、なんか恥ずかしくない。なんかちょっとなんか あります？ないけど、うん、もう想像したらなんかそうね、なくなっちゃうね、なんか縮こまってなくなっちゃうね。あとなんかその感謝の気持ちとかなんか嬉しい気持ちをどう表現していいのか、うん、分かんなくなっちゃうんだよな、うん、でもなんかすごいスペシャル感あってよくないですか。そしたら1対1の方が嬉しい。出た、お前それ俺や、相手俺。この棚っていうの流れでいくと俺や。マンダリンいける？俺、うん、今日から練習する。いやいや、1週間でしょ。1週間で鎖骨に乗せた上でマンダリン吹いてるんでしょ。どういう状態ね。どういう状態、もうイメージつかなすぎて面白いわ。はい、では最後。いやでもこっちは、まあ素敵ですね。いや本当、美咲さんありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、うん、最後これ特別ですよ。なんだい。バスネーム、うん、ノラクロ。あら、やだ。今日は東京の木場に来ました。あれ、スバル君のお誕生日妄想ですけれど、はい、私今日は妄想を飛び出して生でお祝いしに木場に参りました。ありがとうございます。大阪限定のお菓子、チーズ、ビールの差し入れのノラクロセレクションをお楽しみください。やった、ありがとう。あと勝手ながらチーズを思わせる黄色のオフショルを着てきました。あ、いいじゃないですか。本当だ、いい、超いい。スバル君、はい、本当にお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。嬉しいじゃないですか。いや嬉しい、会いに来てくださりました、ね、ありがとうございます。これが一番嬉しいんじゃないですか。あのね本当にね、うん、まあこうは言っておりますけれどもね、うん、結局やっぱこう会いに来てくれたりね、うん、そうこうオフショルダーを見せてくれたり、いやだから、ね、まあそういうのがこう一番嬉しいのかもわからないね。前に来るかオフショルを見せるかの2択と。そんなことない。ちょっとマンダリン想像したら楽しくなってきたな、うん、ちょっといいっすね。マンダリンだっけ。マンダリンです。タンバリン。違う、マンダリン。マンダリン、あれマンダリンって打楽器。マンダリンってあいやそうそうだね。うん、ググります、ググります、すぐ。いやちょっと今日もいいな、これちょっと、いよいよ来週本番ですから。あと7日ですよ。そうですよ、カウントダウンはもう一桁に入りましたよ。ね、ちょっとさ、ドキドキしてきたんじゃないの。してきたよ、うん、みんながどんなフラッシュモブやってくれるのか、ドキドキしてきたよ。死ねか。まあ、いや、でもなんかね、ちょっと、あと7日で私ね、27歳になりますのでね、はい、皆さんちょっとよかったら来週は、騎馬までお越しくださってくれたら本当に嬉しいですし。すごいこと言う。すごいこと言う、ね。こういうことって言っちゃいけないのかな、どうなんだろう。みんな会いに来てくれたら嬉しいなって思いますし、なんかちょっとよかったらおめでとうのお便りなんかもいただけたら嬉しいです。そうね、こういうことって普通自分から言わないことなんでしょうけど、僕は本当に皆さんに祝ってほしいんです。なのでどうぞよろしくお願いします。はい。ですね、本当にたくさんのお便りもどうもありがとうございました。さあというわけでここからはバズアップミュージックのコーナーに行ってみたいと思います。本日ご紹介するのはかなかく。はい、お届けしておりますのは湘南の風フューチャリングミンミでハッピートゥデイでございます。イエイイエイエイエイ。ご機嫌じゃないですか。いいですよ。また湘南の風といえばね、やっぱりちょっと夏ってイメージがあるじゃないですか、うん、夏感すごい、まあ、夏っぽさプラスこのハッピーバースデー感ということでですね、今回チョイスさせていただきましたけれども、yep. まあですね、本当にハッピーなトゥデイが続きますね。はい、そしていよいよハッピーなトゥデイの本番が来週に差し掛かっているということで、うんうん、まあ、緊張しつつもかなりですね、私個人的には盛り上がっております、はい、ね、皆さんがどれくらい盛り上がっているかは知りませんが、はい、本当にね、来週はちょっと盛大にねお祝い自分でできたらいいなというふうに思いますので、はい、されたいなと。そうです、皆さんついてきてください、はい、ぜひお願いしますって感じですね。はい、わかりました。その後7月に入りましたらまた1ヶ月間今度はレノ君のバースデー月間やりますから。気まずいわ。気まずいわ。はい、というわけで本当にですね、今日はたくさんのお便りありがとうございました。ということで皆様にもハッピーなトゥデイが訪れますことを願って、以上バズアップミュージックのコーナーでした。マンダリンってオレンジのことらしいね。マンドリンっぽいね。マンドリンってちょっとギターみたいなやつだったね。うん、いけねえ、エンディングの時間が来ちゃったぜ。吹くも叩くも合ってなかったな。全然一個も合ってなかった、ね、すいませんでした。はい、はい、ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com info@792fm.com まで送ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。またですね、ファンファンの番組問い合わせフォームもできております。番組へのお問い合わせは fan-fun.com/request でございます。そちらにお送りください。よろしくお願いします。また、普通音だったりですね、お便りもどしどし募集しておりますので、ぜひお送りくださいませ。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、なんか告知ございますか。僕ね、あるんですよ。あれ、ちょっとじゃあぜひ。7月主演でさせていただく舞台の、はい、ビジュアル公開されまして、あら、僕初めてチラシ1枚、うん、ジャム漬けの顔が、ね、ちょっとよかったら。レノ君ね、今回主演で、はい、なんとチラシの表拍子が、はい、レノ君一人というですね、モリモリの顔が、あれも多分後にも先にももう二度とないと思うから、うん、額縁に入れて飾んな、うん、そうするわ。自分で拡大コピーするわ。やっちゃった。あと、はい、あと昨日なんですけど、なんでしょう、はいはい、僕ミュージックビデオに出させていただいて、そうなんです、そうなんです、去年も出させていただいたんですけど、うん、バタフライさん、はい、バタフライというアーティストさんの、はいはい、また来世で、うん、こちら新しいアルバムのリードシングルのミュージックビデオに出させていただいております、うんうん、ものすごく素敵なビデオですので、ね、ぜひ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 見てみてください。そうですよね、まあ、もちろん、ね、曲を聴いていただきたいんですけれども、まあ、レノ君は PV の方にも出ておりますので、 YouTube とかで見れるんですか。 YouTube で見れます、ね、あ、いいじゃないですか。また来世で、はいはい、チェックしてみてください。なんかね、ちょっと
イケメン役で出てますから、まさかのね、皆さんチェックしてください。はい、またですね、僕もちょっと8月に舞台に出ることが決まりました。お、BPM というですね、出た、浅沼慎太郎さんという声優さんがいる劇団でございまして、うん、まあ、ユニットなんですけれども、そちらの方に出させていただきます、うん、まあ、詳細なんかはですね、ツイッターの方で、発表されましたので、もしよければ、うん、お時間ございましたらぜひ遊びにいらしてください。そしてですね、7月1日はですね、我々がやっております天才劇団バカバッカの、名古屋公演の上映会を東京で行います、はい、そちらの方もですね、ツイッターで告知してまいりますので、もしご興味ございましたらぜひ遊びにいらしてください。7月1日、土曜日でございます。赤坂のチャンスシアターで行いますので、ぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スバルの舞台絶対見に行く。ぜひ。 BPM めっちゃ面白いんで、僕もレノちゃんの主演見に行くよ。ザス、よろしくお願いします。そして、ね、来週はいよいよ僕のバースデーです。それだ。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。はい、それではバズアップ、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。